住友生命バイタリティーレディス、東海クラシック最終日19日新南愛知、カントリークラブ、三浜コース、愛知県6502ヤードパー72。渋野日向子が今年初のトップ10となる4位体に入った。悪天候により短縮競技となったため2日間での結果だが、明るい兆しは見えていると言えそうだ。 初日は、風と雨という悪条件の中でも4バーディーにボギーの70で耐えるゴルフで。最終日は、ボギーなしの4バーディー。それでも、渋野ひな子自身に納得感は、あまりなく。初日は、まぐれ。最終日は、ノーボギーが不思議なくらいと話したが、決して悲観するようなものではない。 今大会は初日のフェアウェイキープが5ホールで最終日は7ホール。安定性を求めてきたティーショットで精細を書きながら、しのぐゴルフと少ないチャンスで伸ばすというゴルフを展開した。最終日の9番では、ピン奥の深いラフから1、5メートルに寄せ、パーセーブ。 11番のパー3では、右のピンに対してティショットが一番入れてはいけないという右手前バンカーへ入った。ところが、これも寄せてパーをセーブ。12番パー5ではティショットを大きく右に曲げると、3打目でやっとグリーンそばへ。ラフからの4。 内目を寄せてここもパーでしのいだ。ライに対してどれだけラフに食われるかというのを素振りで想定して、その素振り通りに触れる回数が多くなったと基本の反復が見持っている。部のひな子は今季からウェッジを4本入れており、その成果が現れている証拠。 長いバンカーショットでは52度のエッジを使うなど、引き出しは確実に増えている。反面、100ヤード前後から寄らない場面も多く。17番、18番は共にピンまで100ヤード強をピンに絡められず、パーに終わった。またパーをセーブしているとはいえ、 本大会の長いパー3は全てユーティリティや7番ウッドでのティーショットを強いられ、ここで苦戦したのも事実だ。これについては、もっと7番ウッドの距離も出したいし、長いクラブの精度も上げたいと思うと、距離があってもピンをしっかりと狙えるショットには課題を残していている。 そして、これこそが渋野ひな子が見据える米ツアーでの成功につながる部分だ。スイング改造やクラブ変更などもあって、今は地固めの時期としてきた。目の前のことに集中する。結果を考えずにやりたいことをやるだけと信念を曲げることなく進んでいるが、 そんな部の日向子が初日終了後、珍しく本音を漏らした。もっと飛ばしたいかな。スピンで止められる高い球が打ちたい。向こう、米ツアーはそういう選手が多い。そんな思いもある中で、一歩ずつ前に進んでいる。そのために、 今は一つ一つの課題を潰していく段階。大ブレークを果たした2019年と今のスタッツを比較しても、パーオン率は上がり、フェアウェイキープ率も上がった、パーセーブ率も向上している。数字で劣っているのはパットの数字。パーオンホールでの平均パット数は、 1、8031、規定ラウンド数に達していないため順位はつかないが、23位に相当する数字で、19年の1、7582の2位には及ばない。そんなパッティングについても一筋違っていたとか、そこまで意識するものではないと。 こちらも噛み合わせの問題だという。周囲は結果を求めるが、支部の雛子自身に焦りはない。今作り上げている各パーツの強度を上げて、最終的にそれを一つにまとめたとき、目指すべきニュー支部の雛子が作り上げられる。次のオーディオビデオでお会いしましょう。